先ほどの金張りモデルの裏蓋開けてみました。どれぐらいの情報量が入ってるのかなっていうの気になってましたんで、開けてみましたけれども、こちらが1555って裏蓋に入ってますね。1550か。で、これは、これが1024か。1024。で、製造年月日は入ってないですね。70年代、60年代の後期からもう入らないんですかね。これが15。裏蓋の形状もちょっと違いますけれども、これ。1550ですね。で、キャリバー両方とも1570が入ってますけれども。まあ、情報量の多いさというと、やっぱり60年代の初期ぐらいのモデルなんですかね。ちょっとこれからいろんなの開けて研究していますけど、ですけどこれはやっぱり裏蓋汎用にはなってないですね。ちゃんと専用の裏蓋が入ってますね。まあそういう意味ではまあいいんですけれども、汎用の裏蓋に、汎用っていうかこう共通裏蓋ですね。共通裏蓋になってくるとだんだん魅力がなくなってくるように思いますね。やっぱり見るスペックと同じで情報量が多いほど面白いですね、ロレックスは。だこれもトリチウムの文字盤になってましたね。これ箔、こっちは1024の方は箔ついてなかったんで、多分70年代以前だと思うんですけど、こっちはハックついてるかもしれないですね。はい、ちょっと裏蓋開けてみました。ちょっと裏蓋開けるといろいろ面白いんで、ちょっとこれからも裏蓋開けてみましょう。機械とその裏蓋の裏の刻印ですね、面白いですね。はい、終わり。